水原容疑者の弁護士は、彼水原一平は大谷とドジャースと MLB に謝りたいと願っていると話した。謝って済む問題じゃない。大谷に近寄らないでほしい。今更遅い。いや、後悔しても遅いし、ふざけるなって感じ。許してもらえないのはわかってるけど、謝りたい、そんなのいらない。謝って少しでも軽くなりたいだけやろ。願ったところで。それすらも甘え。謝ったら済むということでもないと思う。大谷の名前も出してほしくない。シーズン中は関わらないでほしい。さすがに謝って済むような金額ではない気する。もう二度と大谷たちの前に姿を見せるな。世界中の大谷ファンには謝りたくないんやな。関わらないでほしいな。大谷のことは口にしないでほしい。もう一平は謝るというか、大谷に近づかないでほしい。5年で済んだら警察はいらない。に謝ってもね、会ってくれるかな。大谷にこれ以上迷惑をかけないでほしい。接触も禁止やし、謝るとかの次元ではないような。でも一平は謝りたいのか。本気で大谷のこと思うなら反省するなら、シーズン中ではないし、謝れない状況を受け入れて自分の罪を後悔する時間なのでは。謝罪以前の問題やし、バレるまで逃げ切れると思って工作したんやろ。あわよくば助けてもらおうという気持ちがあるんやろうな。いつか謝罪だけでも受け入れてくれたらいいやろうけど、受け入れられなくてもそれも当然だなって思った方がいい。一平がひどい裏切りをしていたのも事実。大谷を献身的にサポートしていたのも事実。一平が病気なのも事実。大谷が一番やりきれない気持ちではないだろうか。典型狙ってるだけちゃうかな。ほんまに謝りたいんなら、まず洗いざらい正直に吐くべき。ちゃんと証言させるために今はこれを良しとするべきだと思うけど、ここでまたやけくそになって嘘積み重ねたらカオスになる。これで本人も呪縛から抜け出せる。相手が大谷でよかったな水原。もう謝って済むレベルを超えた。今はしっかり正直に証言をしてくれ。とりあえずシーズン中は近づかないでくれ。